こんばんは。今日はストレスを感じている方、恐怖、不安、そして鬱になったりしてしまっているような方にとって有益な情報をお伝えしていきたいと思います。私自身もですね、小さかった頃とかかなりストレスフルな生活を送っていて、まあ家庭環境でですね、父親が暴君だったりして、学校とかに行ってもなかなかうまくいかない、勉強とかもうまくいかないとか、そんなような状況なところがあって、ストレス、不安、恐怖っていうものに苛まされていた時期があります。で、そんな時にですね、まあちっちゃい頃なかなかそういうことはできないかもしれませんけれども、うまくそういった恐怖とかストレスっていうのをなくすようなことができていれば、いろいろとこう人生のいろんなところでですね、生産性が上がったり、勉強の効率が上がっていたり、もっと明るく物事を見られるようなことになっていたんじゃないかなっていうふうに自分でも思うんですよね。で、これっていうのは小さい時だからとかっていうのは関係なく、まあ大人になってからでも、あるいは学生の時でもですね、どんな時でもこういうストレスをうまくマネージメントしたり、自分の中にある恐怖と向き合って、それにコントロールされないような状態を作るっていうのはものすごく重要です。このことに私自身気がついたのは、本当にこの年になってからっていうところで、うまく私もですね、その恐怖と向き合って恐怖を退治することがほぼできたんですね。で、まあいろんなことを試していたんですけれども、その中でも本当に強力な方法ということで、以前もちょっとビデオではお伝えしているんですけれども、今回は特にそのストレスとか恐怖、不安っていうものに対して強力に影響を与えるっていう、そのメカニズムも含めてですね、ウィムホフ呼吸法についてお話ししていきたいと思います。とこれ、恐怖っていうものが頭の中に起こってくると、まあ怖いこととかですね、先ほど言ったような家庭環境で嫌なことがあるとか、そういったところでストレスがかかって恐怖感を覚えてくると、脳にどんな影響が出てくるかっていうと、一つは、まああまりにも恐怖が続きすぎると脳の中で炎症が起こっていたりするんですけれども、それ以外にもですね、怖いことを考えてしまうような状態、いろいろとこう思い巡らしてですね、嫌なことがあったってなった時に、ああこんな嫌なことっていうことで心配になって、何度も何度も考えて、それが元でどんどん恐怖感にとらわれていくっていうこととかあると思うんですけれども、そういった時に何が起こっているかっていうと、前頭前皮質っていうところが強く動いているんですね。活発に動いている。そこが活発に動いてくると、いろんな心配事っていうのが次々に頭に出てきて、それにとらわれて、さらにその活発に動き出すものですから、それが引き金になってさらに恐怖感を感じてですね、その結果さらに、まあ、ストレスホルモンを出していって、もっともっとこう恐怖感がひどくなっていく。それが、まあ、限界まで本当に強いストレスがかかって強い恐怖感を覚えてくると、ヒステリーとしてですね、一気にこう弾けるぐらいな恐怖感になると。その時に活発になっているのが今の前頭前皮質っていうところで、でこのウィムホフ呼吸法を使うと、この前頭前皮質の動きっていうのを抑制できるようになるんですね。そればかりかウィムホフ呼吸法を使うと、その脳の深い部分、普段は使われていない原始時代にはアクティブだった脳の部分っていうのがアクティブになるんですね。これ、その原始時代には使われていて、今は使われていないの脳の部分があるっていうのはなんでだっていうところを思われると思うんですけれども、これは原始時代には寒さですとか、暑さですとか、雨風とかですね、自然環境の中で非常に強いストレスが体にかかっていて、でそれによって脳のいろんな部分っていうのがマックスに働いていたわけですね。ところがその現代社会になってくると、そういった外部要因でのストレスがなくて、そういった脳の働きっていうのが一部止まってしまっているっていう状態なわけです。ですから、そこを人工的にストレスを加えてやることによって、その部分っていうのがアクティブになってくると。
ストレスって言ってますけれども、社会生活、職場とか学校とか人間関係の中で出てくるストレスっていうのもすごく強く影響を与えていますと。でもそれは原始時代に感じていたようなストレスとは全く質が違っていてですね、このそもそも原始時代から引きずっているこの体の機能では社会的なストレスに対してうまく適応できないわけですね。ですのでストレスで追いやられていって、そして鬱とかになって不安が続いてしまって、そして本当にそのひどくストレスが溜まってしまうと、もう動けなくなってしまうとか、恐怖でさいなまされてどうにもならなくなるっていうふうになってしまうと。ではその呼吸法で与えるストレスっていうのはどんなものかっていうところなんですけれども、その呼吸法のまずメカニズムですね、ウィムホフ呼吸法のメカニズムっていうのは、まずはじめに空気を強く過呼吸の状態を作りますと。過呼吸の状態を作って血液中にたくさんの酸素を取り組んでいる状態を作るんですね。で、その後に1分から2分ほど息を止めます。で、息を止めることによって脳に強いストレスがかかるんですね。これは酸素欠乏症という状態になってきます。人工的に酸素欠乏症を作ります。普通に息を止めようとしても2分間ってなかなか、1分もなかなか止められないんですね。でもそれ止められるのはその呼吸法を使って血液中に酸素がわっと入っている状態を作っているんで、その結果普段よりもずっと長く呼吸を止められると。そうしていることで脳にまたストレスが溜まっていきますと。その時点で脳の機能をアクティブにするきっかけになるんですけれども、今度2分とか経ってですね、苦しくなっていた時に今度また一気に大量の空気を吸い込みます。吸い込んで、まあその後10秒から15秒ほどもう一度息を止めるんですけれども、その時にガッと息を吸った時に脳というかですね、体中に血液が一気に回って酸素が一気に供給されて、そしていろんなところがアクティブになると。その一つが脳なんですね。脳の奥深くまでがアクティブになっていると。今まで休んでいた、ストレスがかかっていなくて休んでいた脳の部分にストレスもかかって、今度血液が一気に入ってきて、それでアクティブになると。これがまあウィムホフ呼吸法の真髄というかセオリーの部分なんですね。で、ストレスに関わるところで脳にどんな変化が起きているかっていうと、中脳の脳幹っていう部分がアクティブになることによってですね、オピオイドと言われる脳内麻薬が分泌されますと。このことによって一気にその多幸感、幸福な気持ちっていうのがバッと出てきますと。で、それと同時にこの脳内麻薬っていうのは鎮痛の働きを持っているんですね。なので例えば痛みとか、あるいは寒さっていうのをほとんど感じないぐらいに鎮痛効果が強力に出てきます。この気分が良くなって、まあ、ある種ハッピーになっているような、それほどの強力な影響のある脳内麻薬なんですけれども、この部分の脳がアクティブになってくると、今度は逆にですね、前頭前皮質の部分の動き、これまで恐怖が感じられて囚われていた時にひどく活動していたその部分っていうのが、活動が抑えられるんですね。動きがなくなって自動的に恐怖がどん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 盛り返していたような状態が一気に静かになって落ち着いた状態になりますと。ですので恐怖がまた舞い戻ってくるっていうことがなくなるわけですね。これがウィムホフ呼吸法をすることによって起こるですね、脳内の変化で、その結果ストレス、恐怖、鬱っていうものに対してものすごく強い効果が出てきます。で、これ言葉だけで言うと、あ、そうなのっていう感じなんですけれども、このことについてはですね、アメリカの大学の方で実際にウィムホフさんを招待してですね、人体実験をしています。そして CT スキャンですとかで脳の状態ですとか体の体温の変化っていうのを調べて、で、脳の働きにどんな変化が出ているっていうところを確認していました。そうすると実際に先ほど申し上げたように中脳の脳幹の部分がアクティブになっていたりですね、前頭前皮質の部分が動きが遅くなっていたり、そして脳内麻薬が発生しているとか、そういったことが分かって、これが脳内麻薬の部分なんていうのは良い効果を鬱に
出しているっていうことも分かっているんですね。ですから本当にうつを治そうとして何かをするときに、薬を飲むよりも、そしてその心理カウンセリングをするよりも、この呼吸法をすることで、ほとんど特効薬のようにピンポイントでですね、うつを治すほどの効果があるというふうに言われています。これは大学の方の研究でも言われていて、ウィムホさんの証言によると、この研究結果を見ると、精神病の治療に対して、まあ、世界的に大きな変化を起こすような重要な発見であるというふうに研究者が言っていたっていうコメントもあります。実際にですね、私もここ3ヶ月ぐらい毎日のように、多い時では1日2回ほどウィムホフの呼吸法をしているんですけれども、その今申し上げた通り、実際にこう呼吸を行った後っていうのは、ものすごい強力な幸福感、そして頭の中が光っているような、普通の生活の中では体験できないような高揚感っていうのを感じることができます。このことについてウィムホさんは瞑想の経験もあるので、そういった言葉が出るんですけれども、ニルバーナを見るような感覚っていうのを、この呼吸をすることで簡単に手に入れられるっていう言い方をしています。で、私もそれは賛成で、私もまあ瞑想とかもしているんですけれども、瞑想でたどり着くような、その頭の中の、少なくとも私レベルですね、たどり着くような頭の中でのニルバーナ的な快感的な部分の、はるか2つか3つぐらい段階上のものすごく強力な感覚っていうのが、この呼吸法で得ることができます。で、それは取りも直さず、今のようなですね、脳内の変化が出てきて、そのことによって多幸感っていうのが脳内化学物質的に実際に発生しているっていうことなんですね。そうなってくると、本当に対ストレス、対恐怖、対不安、対鬱っていうところで強力な結果を出せると。で、それは私も実感として感じていて、自分自身の気分が優れない時とかに、この呼吸法をすると一気にムードが変わるっていうのはすぐに感じられます。ですので、私がまあ小さい時、ちょっとこの呼吸法をやるっていうのはなかなか発想として湧かないとは思うんですけれども、その不安ですとか恐怖、ストレスっていうところに苛まされた自分に対してですね、教えてやって、実際にやっていれば、いろんなところでですね、人生に大きな変化が出ていたんじゃないかなっていうふうに思うぐらいなんですよね。ですので、このビデオを見ている方っていうのは、少なからずですね、ストレスですとか恐怖感っていうのを感じられてると思うんですけれども、ぜひともですね、このウィムホフの呼吸法、簡単に15分ぐらいでできるものなので、ぜひ試していただいて、自分のムードを変えて、これからの人生をもっと楽観的に、もっと意欲的にですね、向き合えるような、そんな一つの結果にしていただければと思います。で、このウィムホフ呼吸法の、私が以前説明していたビデオについては、またこちらの説明欄の方にリンクを貼っておきますので、見ていただければと思います。最後までまた見ていただいた方は、ぜひいいねしていただいたりですね、チャンネル登録していただければ幸いです。今日はどうもありがとうございました。